まもなく第2部を開始いたします。会場が暗くなりますので足元にご注意ください。はい、それでは第2部を始めます。第2部最初の曲は皆さんが知っている曲です。誰でも聞いたことのあるおなじみのメロディーをビッグバンドのジャズアレンジでお楽しみください。セサミストリート。
ではフルートと、フルートの三宅さんとドラムの今東さんを紹介させていただきます。フルート三宅信子さん、今回のクリスマスコンサートではハーバリウムの準備とか受付周りを飾り付けなどするので女子チームが頑張りました。来年はもっともっとキラキラなグッドビッグバンドにしたいなと思っていますということで、キラキラなグッドマンビッグバンドということで、想像したんですけど、キラキラというのは何？女子がドレス着るとかですか？まあそれもキラキラですけれど、ね、見ていただいたら分かるんですけどね、女子ちょっと少なめなんです。でも男性の皆さんよりも 1.5 倍か2倍くらいパワフルに負けないように頑張るっていうキラキラですね。はい、わかりました。ドラム今東洋平さん、今年のトピックスですね。今年の3月に初めてビッグバンドを始めました。まだまだビッグバンドに関しては初心者ですが、バンドメンバーが本当にグッドマンの方たちで、毎回の練習が非常に楽しいです。とても嬉しいんですけれども、この間のゲネプロの時にですね、ちょっとハーッと大きいため息をついたのが気になっておりますがあのため息は疲れですか？いや、競馬で負けたためですそういう答えが書いてあることは思っていませんでした。競馬するんですか？ちょこ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 。ああ、そうなんですか。なんか意外でしたね。はい、意外な一面が見れると、はい、面白いです。はい、では次の曲、皆さんよろしくお願いします。はい、次の曲はコンピューターです。ボブ・ミンツァー作曲、迫力のあるブラスセクションが特徴的な曲です。最後のピコピコしたアンサンブルの部分がとても面白いんですが、とても難しくて何度も練習したそうです。それではお聴きください。コンピューター。
ジャズトランペッターの松島啓二さんと共演させていただいた、300人ぐらい入るホールで、はい、本番で2曲共演させていただいたということですけど、どこのホールですか？なんかすごいですね。ホールはですね、はい、鶴川駅にあるあの和光大学大ホールなんですけど、300人ぐらい入るところなんですけど、そもそもそのいきさつはあの私のお世話になっているそのサックスプレイヤーがして、その方があの今度松島さんをゲストに招いて、その今度でライブやるんだけども、松島さんはその本番しか出れないということなので、その前にその練習に変えるんで、その代役でちょっと行ってくれないかという話で、あの今リハーサル練習だけならいいですよという話だったんですけど、リハーサル終わってからじゃあ何曲か一緒にやるという話になっちゃって、もともとはもう客席に見る予定でチケットも買ったんですそうなんですか。あの結局その2曲、それはラッキーというか、なんかね、その
緊張しましたけど、もうずっとだから舞台袖でこう覗きながら棒を見てるっていう感じですごい圧倒されました。あ、はいはい、いい経験でしたね。はい、で、まあ、さんの皆さんでした、はい、じゃ次の曲、森さんお願いいたします。はい、次の曲、キャラバンはデューク・エリントンとエリントン楽団のトロンボン奏者ファン・ディゾールが作曲した曲です。アフロ・キューバン・ジャズの代表曲とされています。それでは聴いてください。キャラバン。トランペット、矢部田真由。はい、矢部田さんはですね、健康のために家の周りをジョギングしているそうですが、そのジョギングの途中に、美味しいパン屋さんがあって、そこでパンを買って、夜になんか食べてしまうそうで、健康のためにジョギングしているのにちょっと逆の方向に向かっているので、来年はそれを直したいということでしたね。はい、これジョギングは朝やってるんですか？夜に、夜、はい、夜ジョギングして、そうか、それはちょっとね、惜しいですね。そうですね、ちょうどパン屋さんの閉店時間と近いので、あ、なんか整理かなんかで安くなって、ね、はい、それにつられて買っちゃうとかですね。なるほど、そうですね、朝やったらどうですかね。そうですね、ちょっと早起きできるように来年は。はい、はい、ということで、健康にね、頑張ってもらいたいと思います。はい、ここでですね、またとしみんを呼びたいと思います。はい、としみん、お願いします。それではですね、次の曲は、デューク・エリントンさんのですね、スイングしなきゃ意味がないという曲をお送りしたいと思います。Well, the sun sets me. Well, the
ドワ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 バスコマネアリアンダバンマネアリアクザティアストレートに歌っているような曲なんですけれども、曲調は一見して重苦しいブルース調ということで、まあね、この曲の内包しているものは、とても深いんだなということを、思って歌っておりますけれども、もともとね、ミュージカルの挿入歌としましてイギリスのですね、ちょっと階級社会の、まあ、映画なんですけどね、ちょっと差別ですとかいろんなことがある中で、歌っている曲でもあるんですけれども、これもさまざまなミュージシャンがカバーしていて、そのカラーによってね、ロック調であったりとか、まあ、ジャズ調であったりですとか、とてもですね、ミュージシャンによって全然違う演奏が、されておりますので、よろしかったら興味がある方は YouTube にたくさん載っておりますので、この曲、ちょっと興味を持っていただければと思います。はい、ちょっとお待ちください。Words funny how you know how I feel. Something has come. You know how I feel. Breathe through the warmth. You know how I feel. It's a new thing. It's a new.
またバトンタッチしていきます。さて、次の曲なんですけれども、あら、あ、ちょっとね、この方を待ってたんですよ。誰か分かる人？え、メーテル？メーテルが連れてる男の子をやってくれてるんですけど、哲郎だよね。哲郎くんが出てきてくれたので次の曲を紹介します。銀河鉄道999にはいろいろな曲があるんですけれども、今日演奏するのは映画バージョンの五代悟が歌っていた曲です。哲郎くんが銀河鉄道のチケットを持ってますね。はい、それではお送りします。銀河鉄道999。